ジェームズ・オーバンー・オーストランドは、カナダ連邦ブリティッシュ、コロンビア州、バンクーバー出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ブリティッシュコロンビア州のリッチモンドにある、マクマス中学、高等学校に所属。高校時代には、ブリティッシュコロンビアプレミアベースボールリーグで、プレーしていた。2003年のドラフトで29巡目で、ピッツバーグパイレーツに指名されるが合意せず、 アラン・ハンクック短期大学に進学する。その後、カリフォルニアポリテクニック州立大学に進学し、プレーした。2006年のドラフトで、ヒューストン・アストロズに8巡目で指名され入団。この年は、ニューヨーク・ペンリーグのトライシティ・バレーキャッツでプレーした。2007年は、サウス・アトランティックリーグのレキシントン・レジェンズでプレーし、オールスターに選ばれた。そして、 オールスターフューチャーズゲームに選出された。また、第37回アイブフワールドカップのカナダ代表に選出されている。2008年は、クラス A のカロライナリーグのセーレムアバランチでプレーし、オールスターに選ばれた。ダブル A のテキサスリーグのコーパスクリスティフックスに昇格した。また、北京オリンピックの野球競技にカナダ代表に選出されている。2009年には、 第38回アイブフワールドカップに選ばれた。2011年オフの9月16日に第39回アイブフワールドカップとグアダラハラパンアメリカン競技大会の野球カナダ代表に選出された。2012年は当初アトランティックリーグのシュガーランドスキーターズでプレーしていたが5月26日にワシントンナショナルズと契約を交わした。9月11日に 第3回 WBC 予選のカナダ代表が発表され代表入りした。予選2組で第1戦のイギリス戦で本塁打を記録した。第4戦のドイツ戦では2本の本塁打を記録し、第6戦の本戦進出決勝戦でも本塁打を放ち、カナダの本戦進出に大きく貢献した。2013年1月17日に、 第3回 WBC 本戦のカナダ代表が発表され代表入りした。ありがとうございます。